来た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 、競馬ビートの裏側を伝える、その名も吉原興業のはみ出し競馬ビート。関西テレビアナウンサー吉原興業です。夏競馬って面白いっすね。いやもう激アツですね。ねえ、もう震えましたね先週ね。札幌記念と小倉北九州記念でしたけど、どちらもねえ、やっぱりもう競馬ってドラマチックで、いや本当にエキサイティングで、うん、いやもう最高やね、うん、と改めて思わせてくれたあの2頭、うん、素晴らしかったですね。ちょっと私も会社で見てたんですけど、はいはいはい、こうブツブツ言いながらと言いましょうか、ブツブツ言いながら見てたんですか、実況の練習っぽいことをしながら見てたんですけど、はいはいはい、声出ましたね。マスクしてましたけど出た、どっちも出た、うん、もう最初によかよかで出て、まずね、うん、まずこうよかよか勝ったよみたいな何も誰もほとんどいないアランスルで僕一人でブツブツ言ってて、あの広いフロアに吉原さんの声がですね、もう何を言ってんだって多分思ってたかもしれない幸いそんなアナウンス部も人いなかったんですけども、一人でも声出して喜んじゃって、はい、よかよかでまずね、よかよかで、よかよかで、でその後にまあそうだし出てくるわけじゃないですか、札幌記念でもう一回同じ勝ったよそうだしっつって、ね、もう2回声出てちょっと一人でも一緒に喜び合える人がいなかったから、もうただただ一人でこう喜んだ、まあ今そういう時代ですからね、ね、誰かと共にみたいな感じじゃないのかもしれないですけど、本当一人でも大興奮しましたけど、桂君どうでした？いや僕ねちょっと残念ながらね、うん、仕事中だったんで生では見られなかったんで、ね、生で見たんですよ。あ、見たの？こっそりちょっとトイレ行っていいですかって言って、やっぱ生だからね、競馬はね、行かしてもらいまして、2回抜けたの？2回抜けましたね。2回抜けたんだ偉いね、2回抜けましたね、偉い素晴らしい、ちょっとごめんなさい、あ素晴らしい、まあ、抜けやすい状況だったこともあり、はいはいはい、抜けさせてもらいまして、うん、うわよかよかかったわってなるよね、まず最初はねってなって、あの吉原さんがね、うん、散々言ってきた九州サンバの夢、はいはいはい、熊本サンバの夢、うん、吉原さんではちょっと聞けなかったですけども、もう現地でそう一番良かったんじゃないですか、小倉の地で九州サンバの夢が、うん、しかも九州出身の男を背に、そうそうそう、鹿児島出身のね三幸秀明騎手、北九州記念、うん、で熊本もだから全部揃ってんじゃん、ね、九州のね、ね、パワーワードが揃ってるっていう感じですよね。うん、ね、まずそれで、まあ、僕正直やっぱり勝つと思ってなかったんで、そうなんだよ、ね、正直なところ結構もう惜敗惜敗っていう感じで、そう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 、僕も必ず直線でこう1回は名前を出して、うん、自分なりにこうテンションが上がって何回も言ってきましたもんね、言ってた、ね、だからそれ言おうと思って言ってたっていうよりも出ちゃうから、ね、はい、やっぱ自然と、はいはい、それはそうですよね、ジュベナイルフィリーズの時もそうだったし、うん、でフィリーズレビューの時もね、はい、そうだったんですけど、やっぱ自然と出るで最後に捉えられるみたいなところがあったから、はいはいはい、あんなこうちょっと外目からねすごい足できて、直線コースの攻防です。残り200の攻防ですが、モズスーパープレイヤー先頭逃げ切れるかどうか、外からヨカヨカが迫ってくるファーストコース、一緒にレッドアンジェルですが、まだモズスーパープレイヤー先頭だ、外からヨカヨカ、ヨカヨカ先頭に変わった、ヨカヨカ三幸秀明、新馬ともに九州生まれ、熊本サンバ初の JRA 重賞制覇、ね、ちょっと僕も勝てると思ってなかったんですけどやっぱそうでしたか、ね、まあね、3歳ですしね、ね、小馬の壁は厚いと思って見てましたけど ね、 けどね、まあ、いや暑かった ね、 ね、ソダシどうでした？ソダシの時も抜けたんでしょう？ソダシの時も抜けましたね、ソダシの時は抜けて、ソダシの時はもう何やったら音も出してね、スマホで音も出して、なるほど、よかよかの時は音出せなかったん、音出せなかったんですよ。えそれはやっぱり音出そうと思ったのは、いやだからまずね音出せると思って行ったら、うん、割と周りに人がいて出せなかったんで、うん、次にだから場所を変えたんですよ、なるほどね、あ出せる状況に、出せる状況の場所に行って、あここは誰もいないと思って、出してね、うん、聞かせていただきましたけど、うん、うわそうだし勝ったわ、いやなるよね、なりました、うん、まあ、すごいなと思って、うん、いやちょっと僕もしびれましたね、正直。いやしびれたね、先週も
この架空実況とかもやらせてもらいましたけど、やっぱりね、コバの壁って熱いと思ってたんですよ、正直。メンバー的にもね。ね。やっぱり強いメンバー揃ってましたから。香港勝ったラブズオンリーユーいて、うん、2年前の覇者のね、G1 馬、グランプリホースのブラストワンピースいて、うん、ペルシアンナイトいて、うん、もう歴戦というかね、もう G1 舞台で、ね。G1 馬がね、コバ G1 勝った馬がいるわけですから。そうそうそう。はい、そこにまあ、筋量差ある52キロとはいえね、うんうん、サンサーバーやってきてすぐ勝てるような場では僕はないと思ってた。 そうですね、はい、それを両馬ともあっさりいったよね、うん、あっさりクリアしてくれて、育ちだってこれタフなレースだったと思いますよ。まず大外でね、そう、ね、でオークスの時やっぱ折り合いの部分もちょっとこう不安が残った状態で大外に入ってるから、うん、最初のポジション取りだって簡単ではなかったと思いますし、 そうですね、はい、そんな中で結構しっかりこう折り合ってというかね、うんうん、だってゲート入りの時もなんか最初に入ってちょっと大丈夫かなみたいなスッと入って、ね、外からもスッといいとこつけて、うんうんうん、あ、いいリズムいいリズムと思ってて、うん、向こう正面迎えてブラストワンピースが動いたじゃないですか、ね、うんうんうん、岩田騎手、はい、ねえ仕掛けてったよね。でそれにしっかりね、まあ、対抗してというか、そうだからあそこで結構外から来られてるから、うん、自分のリズムがちょっと崩されるような展開にはなってるんですよ。なってましたね、割とね前の馬にはちょっと厳しいかなっていう、ね、そう、うん、早めに動かれて、うん、合わせられて、でそっから先頭に立ったじゃないですか。そうですね、はい、でこの先頭に立つのも苦しくて先頭に立ってるのか、まだ余裕があって先頭に立ってるのかちょっと正直よく分からなかったんですけど、あそこで沈むパターンっていうのもあるし、後ろにねラブズオンリーユーがまさにその、はい、吉田隼人騎手ソダシ、そして岩田康成騎手ブラストワンピースの動きなんかも見ながら、怖い怖い川田が後ろにいるわけですよ、うん、はいはいはい、もう格好の敵になってると、うん、大丈夫かソダシと目標にされててっていうところからね、うん、止まらなかったね、止まらなかったですね。いやーね、いやーすごいわね。だからまあいろんな見方ができると思うんですけど、クリアしたっていう、結構あっさりっていうわけじゃないですけど、なんかあんまこうね、迫られてというか、本当に、なんかソダシって並ばれてからもう一伸びできる馬だから、はい、本当に馬体があって鼻面合わせてもう一回出せる勝負根性を持ってる馬がそこまで出さずにして勝ったっていうところもあるから、まだまだ奥はありそうなというか、そういう可能性の秘めた勝ち方だったから、ちょっと驚きましたね。うわクリアしちゃった、結構簡単にクリアしちゃったみたいな正直印象 で、まあ、そうですね、はいはい、うわ秋楽しみ、ね、秋楽しみやわ、ね、両馬ともに、うん、いやすごいわね、よかよかの方はスプリンターズステークスも視野に入れてということですから、本当にこう G1 舞台に、うん、歩みを進めるということにもなりそうですし、はいはい、ソダシまだはっきりとはね、明言してないみたいなんですけど、そうですね、はい、まあ、おそらく秋華賞に行くのではないかと、うんうん、でその秋華賞の後も含めてもしかしたらダート路線もあるのではないかみたいなところも含めて、ね、みたいな報道がされてるんで、はい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 、二刀流みたいなところも含めてですよ。ちょっと夢、この二刀流はすごいね、すごいよ ね、うん、でも可能性は当然血統的にはね、ダートで走る血統でバチバチのね、うん、ダートの決闘の馬ですから、ね、ですから、いやもう芝でももう最前線、ダートでも最前線みたいなことも、うんね、まあ、ちょっとそれはね、あのまた先になるかもしれないし、ね、とにかくね、まずね、可能性としてはね、そう全然ありますよねっていうところも含めて、あ、ここも乗り越えるんや、コバの壁なんてないんやっていうところから、うんうん、いや本当にでもいろいろなこうハードル、厳しい厳しいって言われてるところを、いとも簡単にって言ってかいいか分かんないですけど、はいはいはい、クリアする馬ですね改めてね、うん、まあ、スターホースなんですね。なあ、そうなんだよ ね、うん、うん、なんか G1 舞台でどうなのとかね、早い時計合うのとか、ね、クラシック大丈夫なの、ね、とかいう壁をね、白毛っていうところでね、当然注目されるん、ね、うん、やっぱりこうどうしてもね、こう何かこう目につくものがあると、いやでもみたいなこう気持ちもどうしても出、うん、るじゃないですか。わかるわかる、そのいやでも、うん、は何それ、うん、と言わんばかりにねそうそうそう、うん、競馬なんか知ってる人なら知ってる人ほど、うん、なんかこんな簡単に乗り越えるんだみたいなところはありますよ ね、 そうですね、うん、
そんな簡単に乗り越えられないだろうっていう白毛馬でみたいな、やっぱこう僕らのこう、ね、やっぱ先入観みたいな、ね、そうなのよそうなのよ、うん、もう嘲笑うかのように、うん、そんなん関係ないでしょというね、わかる、うん、名馬ってありますよね。北三ブラックとかもそうでしたよね、血統がね、そう桜爆心王でとか言われながらね、うんうん、簡単に距離の壁乗り越えていって、はいはい、スターホースになっていって、ソダシも一つ一つ乗り越えていって、なんかもうさらに可能性が広がってくるっていう、そうですね、うん、いいないいね、いいわ、本当にいいなと思います。いいわ、本当になんかね、はい、いいもの見させていただきましたね、うん、一晩喋れますね、これ喋れるな。一晩喋ります。加藤さん呼ぶ。加藤さん、あの、はい、札幌記念の日のね、うん、あの夜にあの DM を僕に送ってくださいまして、はいはいはい、ペルシャンナイト来ましたねって、うん、ね、わざわざね DM を送ってくださって、うん、であの加藤さんはどうでしたかって言ったら、はい、僕はちょっとあのラブズから行ってしまいましてっつって。でまあ、ただあの番組として、うん、横山瑠璃子さんが3連単見事的中したという、うん、あのことだそうで、番組としては非常に良かったし、うん、なんといってもあの2頭のねこうワンツーを見れたっていうのも良かったなっていう、うん、あのことで、うん、あのまた来年もよろしくお願いしますというふうに、うん、メッセージをいただきました。いや本当にね加藤さんありがとうございましたね、うん、やっぱそこでね加藤さんと先週お話しさせていただいて、より札幌記念の熱も高まって、いやもちろんですね、あの2頭の牝馬と G1 ホースも含めてね、うんうん、熱がこう高まっていく中で、本当にあの2頭ワンツーフィニッシュしたもんね。したもんね。したね。ね、2強は2強で決まらずなんて言われ方もしますけど、ね、しっかりと力出し切ってね、はい、ラブズの2着だってやっぱり意地感じたしね。そうですね、うん、ペルシアンはちょっと惜しかった。あ、もうちょっとあれだった、馬券は取った感じですか、桂君、ペルシアンナイトね。そうですね、じゃ本命というか、当たりはしましたけどね、うん、まあ、あのやっぱまあ3着ですから、うん、まあ、そんなにね、こう大きな払い戻しにはならなかったので、うん、まあ、微増という感じで、なるほど、なるほど、まあ、平和にね、うん、減らなかったら勝ちだよぐらいな感じで、ね、確かに、確かに、あれをでも、あのレースを微増で終えられたっていう、だって、お金ちょっとね、もうなくなったとしても、僕なくなりましたけど、まあ、感染量でね、感染量で元取れるみたいな、やっぱね、いい満足感を与えてくれるレースでしたからね、はい、うん、ということで来年はね、はい、ぜひ現地で見たいなと、見たいね、思います、はい、やっぱりああいう競馬をね、札幌競馬場の方とか本当に夏競馬いろいろ行かせていただいて思ったんですけど、やっぱ地元のファンの皆さんの前で名馬の名レースっていうのがやっぱ行われてね、はい、やっぱり皆さんの記憶に刻まれるっていうね、うん、なんかそういう瞬間だから、やっぱ歓声だったり、なかなかもう今年は歓声がないんですけど、ね、あのねレースを歓声あってやっぱり残したいっていうか、わかるわかる、歓声とともに残してすごかったと思うよ、ソダシがね先頭に立ったところ、その前にブラストに競られたところ、向こう正面からも声出しまくりですよ、うんうん、でラブズが迫ってきたところ、うん、歓声出せるポイントめちゃくちゃあったと思いますからね。そうですね。ね、やっぱそうやな、そういうところ含めてなんか全てフルスペックの状態で、そうですね、なんか競馬がね、うん、早く戻ってきてほしいなって思いますよね、はいはい、いやいいね競馬競馬いいわ、いいね、本当いいわ、うん、これだよね、これだね、ロマンだしドラマだし、最高でした。そうですね、夏競馬まだまだ続くよと、今週もいうことですから ね、今週期待の、まあ、2歳レースもありますけども、うんうんうん、ね、小馬のレースでは期待の3歳馬がやっぱりね、そうですよ、だからやっぱ3歳馬の注目度というか、ね、どんどん増してきて、はい、アイビスサマーダッシュのオールアットワンスから始まってるんですね、はい、実はね、確かにね、先週もそうでしょ、先週はもうよかよかソダシと三歳馬頑張ってくれました、はい、うん、三歳牝馬強かった、だから三歳馬のレベル、うん、これめちゃめちゃ高い可能性ありますよ、ありますね、うん、ありますね、しかも牝馬、牝馬ね、 ね、うん、はい、やっぱそれ桜花賞のさ、あのタイムは伊達じゃないよね、やっぱそういうことですね、うん、そういうことですね、桜花賞を走ってたね、上位組っていうのはやっぱりすごいということも考えると、今週は出てきます三歳牝馬注目の一頭で す、 そうです、キーンランドカップね、はい、
メケールが、いやー、ついに戦2に戻してきましたね。いやー、ここですね。ねえ、もうね、無敵というか、同じ世代では2勝負けなしという、2戦2勝という1200メートルに戻ってきて、コバ相手にっていうあっさりもあるかもしれないし、まあね、桜花賞でね、はい、まあ、ちょっと難しいところ、まあ、ずっと見せましたけども、まあ、ずっとね、そういうところは見せましたけども、もうこれはダメだということで、まあ、調教最新差ね、受けて左遷にでどうだというところですよね。武豊騎手がどう乗りますかね、本当に。いや、でも、もう正直だって小倉2歳とか見てても、もう戦にでも行っちゃうやんみたいなね、ところがやっぱもうありますからね、どういうレースをするのか、でダートもちょっと、ゲートもね、ちょっとこう不安定なところがあってね、その辺がこう難しいところですけどね。あとはやっぱり枠によって乗り方は大きく変わってきそうですし、外枠だったらね、なんかちょっとこう馬と距離取って話しながら、はい、まさにあのジベナイルフィリーズですね、あの映像でもカンテレ競馬の中で上げさせていただいてますけれども、はいはいはい、外をこう回りながら、途中でこう馬、まあ、馬群に合流してくるみたいな、外だったらまあできますし、はい、ただこうね、外じゃなかったら、ある程度こう出していくのかなというか、馬込みの中に入れるのかどうかとか、そうですね、その気象の部分含めてね。チューリップ賞がね、確か1枠1番だって、そうなんです、結構危ない競馬になったところもね、そう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 、あったから、うん、今もちょっと読めないですね、ちょっとね、まだ枠が出てないっていう状況で今、ね、はいはい、でね、お話しさせていただいてるんですけど、はいはい、枠が出てからまたその戦略っていうのもおそらく変わってくるでしょうし、あとはそういう戦略は、ね、置いといて、気象部分で、気象の面で成長してて、なんかこうコントロールが効くメイケール、もしかしたらなってるかもしれないみたいなところも含めて、ね、そうですね、ありますね、うん、育ちみたいにね、ほんまやね、育ちも落ち着きましたしね、落ち着きましたからね、そういうことがあるから、だから牝馬、特に三歳馬かな、牝馬っていうところも含めて、やっぱ変化がこの夏越えてある馬しっかりと出てくるんで、はいはい、そうですね、まあ、本来ですとね、昔だったらこう秋になってね、それが徐々に分かってくるっていう感じになりますけど、最近はやっぱりこう、ね、夏競馬のうちにそういうことが分かってきたりするので、はいはい、楽しみですよね、そういう楽しみ方もまた夏競馬の一つというかね、ここでも勝ったらスプリンターズステークスですよ。いやでしょうね、これ多分勝てば、ねね、優先出走権も与えられるってこともありますし、そうですね、はい、そのままスプリント女王にね、道が広がってくる可能性も、潜在能力はもう間違いないですからね、持ってるものは ね間違いないですから、というところのメイケールと、はい、あとまあそれをね、やすやすとはもう許させないというようなメンバー、はい、コバのメンバーも含めていくと、中心になってきそうなのが、でもその前に3歳馬もう一頭言ってたそうなんですよ、レイハリアがいるんだわ、そうです、こっちはもう重賞ビナーですから、そうだそうだ、青いステークス勝ってて、はい、うん、そうだ、だから3歳馬の2頭がやっぱり中心になってきそうかな、軽ハンデ、ハンデというか筋量も ね、軽いということもありますし、そうそう、だから青いステークスはね、2着がよかよかですからね、ほんまやな、でそれがもうコバ相手に結果出してるっていうことも考えると、51キロですよ、レイハリア、うん、そうですね、そうやね、三歳馬同士で決まるかもしれませんし、コバ勢迎え撃つという形で言うと、ミッキー・ブリランテが中心になってきそうなのかな、ね、いろいろね、やっぱダイヤトニックとかもね、ここで復活ということでね、ダイヤトニック11ヶ月ぶりなんですね、そうですね、ね、というところも含めてかな、はい、去年の勝ち馬のね、エイティンガーと、ね、確かに確かに、あとは、まあ、重賞ウィナーである勝地とかね、シュージとかもね、入ってくるのかな、セウン構成だっているわけだ、そうですよ、ね、G1 馬と、まあ、あとね、ソロユニットっていうのを僕はちょっと気にしてますけどね、これ地方馬ね、地方馬の参戦ですよ、門別のね、門別、うん、いや、そういう意味ではちょっとまたドラマティックなところもあって、そうですよ、はい、あるかもしれないですね、ということで今週はどんなレースになるでしょうか、はい、さあ10月3日スプリンターズステークスへの優先出走権が1着に与えられるこのレースです。
第16回キーンランドカップスタートしました。さあ揃ったスタート何が行くのか、三歳牝馬のレイカリアが行くのか、メイケールもまずまずのスタートからどうする。メイケールは中段あたりからまず最初レースは進めていきます。三歳牝馬のレイカリア好スタートから青いステークスのように、さあ前に前にと上がってきました。その後ろには星雲恒星 G1 馬が続いている。さらにはヒロイクアゲンロードアクア、そして地方馬北海道の夢ソロユニットも今日は好位のポジションです。その後ろからメイケールですが、このあたりで武豊と折り合いはどうなのか。折り合っている感じ。メイケールは中段だ。それからマイネルアルケミーとダイアトニック、修士重賞馬が続いているカイザーメランジェ、その後ろ後方はミッキーブリランテ、大勢アベニール、ジョーアラビカに勝ち、エイティンガールとアストラエンブレムという展開。三歳牝馬の2頭レイカリアと、おっと外からメイケールが早くも上がってきた。武豊がゴーサインを出す。レイハリアかメイケールか、また今週も三歳牝馬で決まるのか。さあレイカリアとメイケール、この2頭にソロユニット地方馬の夢どうなのか。そして星雲恒星も差を詰めてくる。それからダイアトニックも差を詰めて上がってきている。さらにはマイネルアルケミー。さあ三歳牝馬の2頭だ。レイカリアとメイケール、この2頭の争いは果たしてどうか。外からダイアトニック差を詰める。三歳牝馬2頭の決着はわずかにメイケール1着、そして2着にレイカリア、3着にはダイアトニックでした。ほう、流れに乗るのかと吉原とそうですね、いう声も聞こえてきそうです、ええ、大変よくわかります。ただね、なんか架空実況をやるとやっぱこう準備をしていく中で、うん、展開を考えるんですよね、うん、結構展開を考えたらこの馬前に来そうやな、この馬後ろやな、はいはいはい、みたいなので、なんとなくこうレースのパターンみたいなのがなんとなく頭の中に出てくるんですけど、はい、今回ね逃げそうな馬がいないんですよ。確かにいないのよ、うんうんうん、なんかね中段より後ろに位置する普段だと、はいはいはい、っていう馬ばっかり、うんうん、びっくりするぐらい、うんうん、で本当に前に行きそうな馬ってレイハリアぐらいしかいないのね、うんはいはいはい、ってことを考えると、普通によ51キロ金量も恵まれてるよ、普通に前に行ってくれたらやっぱレイハリア残りやすい展開になると思うんですよね。なるほど、下巻きましたね。下巻きました。なると思うんですよ。なると見ました、ね、ちょっとラ行多いからね、うん、名前もね、まあ、それ置いといて、そうなんですよ。なので普通に競馬さえすれば51キロレイハリアで、メイケールもやっぱり途中で行ってちゃうというか行くというか、まあ基本の成長がどれだけあるかわからないんですけど、はいはい、やっぱ基本的には前で行きそうな、ね、競馬になると思うので、うん、この2頭が結構行くんじゃないかなと。で潰し合いになるかどうかはわからないんだけど、でもやっぱスピード能力が高いので金量もやっぱり51キロ52キロですし、はい、前につけた3歳牝馬の2頭、うん、そのまま行っちゃうんじゃないかなと。で接戦になってやっぱり最後にこうメイケールというあのチューリップ賞のねデッドヒートで同着みたいなこともありました、はいはいはい、この馬やっぱりねちょっともうダメかなっていうところから伸びてくるような力もあるんで、うん、うん、根性もあるっていうことを考えて、そこの分メイケールでちょっとやっぱ勝ってほしいっていうところも正直あり、メイケール1着レイハリア2着というワンツーフィニッシュ、はい、3歳牝馬でした。ダイアトニックをねちょっと狙ってみたいなというところで、はい、この馬11ヶ月ぶりということで久々です、はい、ただ実績が、ね、あるのは多分皆さんもお分かりの通り、ね、去年のね函館スプリントステークス1着で、その前は高松の宮記念ですね、はい、あのモズスーパーフレアと、栗のガウディと、うん、あとグランアレグリアか、そうですね、はい、あれの高松の宮記念の3着、はい、だからもうスプリント大会で言うと、うん、まあ、過去の実績で言ったらもうトップクラスの一頭間違いないわけで、うん、はいはい、今回11ヶ月とねかなり間隔空きましたけど、鉄砲は得意と、そうなんですよね、いうことですので、安田隆之厩舎も仕上げてしっかり来ると思います、はいはい、池添騎手が乗るっていうところでやっぱり勝負になると踏んでですね、まあ乗り越えなきゃいけない11ヶ月ぶりの久々のところはあるにせよ、やっぱ力通りに走ったら忘れちゃいけないと、うん、ということでダイアトニック3着ということでさせていただきました。なるほど、いやーでも難しいよね。難しいですね、ちょっと展開がねなかなかこうやっぱり読みづらいところもあってね、うん、まさにその逃げ馬がどれなのかみたいな、うん、ね、どれが逃げるのかみたいなところも含めて難しいですよね今回ちょっとね。桂君はどう考えますかこのレースを。僕もちょっとね正直こう
あこれやなっていうのをねちょっと見つけれたわけじゃないんですけど、はい、まあ、気になってる一頭というかおそらくこれを軸にするだろうなというのがですね、僕はですね勝地です。あこの馬も結構流動的っていうか、うん、展開によるところもあるしでも強い勝ち方ね、あのスワンステークスそうでしたよね。まあ、ちょっとねゲートが不安定で前走も出遅れたんですけど、まあ、そこから上がり最速でね、33秒3の足で上がってきまして、しっかり足使ってるんだな。なんかねあのこれデータによるとですね、はい、あの前走上がり最速だった馬の、うん、相性がいいという、あこのレース、はい、フィンランドカップ、はい、あそうなんやというところがあるみたいで、で勝地自体はあのね函館スプリントステークスの時の札幌って結構、うん、まあ時計の出やすい馬場だったんですけど、勝地、うんうん、自体は割と時計のかかる馬場の方が僕は得意にしてるのかなというふうにあの思っているところがありまして、うんうん、はい、次キーンランドカップ使う時にもしちょっと時計がこの時よりもかかるようだったら、うんうん、あの注意必要だなというふうに思ってた、この時にもう思ってたわけね、はい、思ってたんですよ。で先週の馬場を見たらどうやらこの時よりは重いなということで、うん、で、このメンバーならもし出遅れなければ、うん、いい位置にもつけられるかなというふうに思いまして、うん、まあというのとこれも偶然ですけども、うん、たけしがやっぱりそこか先週もね、押して押してでやっぱり答えてくれたもんね、期待にね。そうですね、僕ね正直にあのペルシアンナイトって、うん、ああいう乗り方よりももっとしっかり控えといて、うん、あのこう最内通してきて最後直線だけ外へ出してみたいな、うん、あの大野ジョッキーがこう得意としている戦法が僕すごい合うと思ってたんですよ、うん、だから正直ね道中はねいやそうじゃないんだよって面白い思ってたんですよ。結構こうね馬群に突っ込んで、うん、あの押し引きする競馬してましたから、うん、あこれはやばいかなと僕正直思ってたんですけど、うんうん、それでも持ってくるこのたけしの腕、うん、これ直した、今週のねたけしちょっと頑張ってもらいたいなと、ね、先週のパフォーマンスも、ね、含めて、はい、もう一回信じてみていいって。そうですね、今回は前回よりも、先週よりもちょっと人気ないかな、どうかな、どうでしょうね。でも、まあ、ね一応ね金量でいうとね、うん、あの星雲構成と並んで一番重たい金量、ね、ああ確かにな、そう考えるとやっぱりちょっとね58キロですからね、うん、そうですね、はい、まあでもちょっとここはね面白いんじゃないかなというふうに、うん、はい、思って、勝地いかがでしょうかというところですね、うん、なるほど、ぜひ参考にしていただきたいというふうに思います。夏もあの夏競馬続きますけど夏終わりますね、はい、話戻りますけど夏終わるね、まあ、終わるね、8月も末ですよ。そう、子供なんかはもう始業式の準備始めて、うん、また大阪のね、小学校なんかも、はい、始業式みたいな感じですね。そういうニュースもしましたね、うん、始まってるでしょ。そっか、8月の最後の週なんや。そうよ、そうよちょっと俺僕もちょっとショックな感じもありました。もう終わりよ、そうよ終わりよ。そうかも、知らんか、8月最終週やし、何もしかしてもう北海道開催今週来週で終わるってこと。ほんまやな、いつで終わるんだっけ北海道開催って。来週で終わるよね。来週か、最悪、うまやでそうやで、もう知らない間に時は経ってますよ。本当です ね、 ね、アクセク仕事してるうちにもう8月終わるんですね。本当だよ、なんか夏っぽいこと、まあ僕はちょっとあれか、なったね、そうやな、僕はそんなこと言えないな、あなた楽しい夏でしたね。僕はそうだ、なんかもう要所要所でそういうシチュエーションをね、競馬ビートさんに作っていただきました。そうですね、来年もぜひこう関西テレビで夏競馬やらせてくださいよって言いたくなるような夏でした ね、 あなた ね、 ね、僕はありがとうございます。桂君はどうだったんですか、この夏は。なんかそういうの思い出作れました。仕事か、ずっと仕事、仕事か、まあまあずっと仕事ばっかりしてるわけでもないですけども、はい、まあ僕やっぱりでももうね、今もパラリンピックやってますけども、やっぱもうオリンピックがあったことで、大変こう、うん、エキサイティングな夏にしていただいたのかなというふうに思ってますし、うん、まあ、実際仕事でもね、うん、その
まあ、今日もあの小破るスポーツのオリンピックスペシャル の、はあ、あの仕込みを僕今まさにやってる最中ですけど、はいはい、明日あなた慣れ取りですね。そう、明日のあの夕方から慣れ取りですよ、ね、よろしくお願いします。ね、あのそうたくさんの、ね、オリンピック選手の方、まあ、だからメダリストたちに来ていただいて、ね、実際その声を届けるう、まあね、そういう仕事もね、はい、やっぱりあのさせていただけるということで、あの4年に一度、ね、うん、まあ、ましては東京であったね、うん、オリンピックということで、まあ、特別な夏は過ごさせてもらってるのかなというふうには思ってますね。小破るスポーツのチャンネルもね YouTube の中でありますからね。本当ですね、ぜひご覧いただきたいですね、はい、私たちやっておりますので、私もナレーターとしてっていう感じで、はい、そうですね、吉原さんね、はい、ナレーターでね、もうやってますし、母音響効果でやってますので、やますからぜひぜひあの、はい、ご覧いただいて、そのオリンピックスのね熱なんかももう一回ね蘇ってというか、そうです、ね、思い出していただきながら、ね、この夏ね、やっぱり、ね、小籔さんだからこそ引き出せるものがあるなって今こう仕事しながら ね思ってます。僕大野翔平選手、大野翔平選手ね、他のオリンピック系の番組は一切出られてないのに、小籔だけご出演いただいているということでね、うん、ね、深かったね。いやちょっともう本当にネタバレになっちゃうんで言えないんですけど、やっぱしみいるね、しみいるね、うん、あのやっぱり大野選手らしさ、あの求道者な感じですかね、うん、うん、ああいうのをやっぱりもう存分にお伝えすることができるんじゃないのかなというふうに思いますけどね。夜見ていただきたいですね。まあ、夕方ですけどね、番組は夕方で、番組は夕方ですけど、ね、あ、でもあの皆さんね、あのそうそう、あのオンエアは夕方ですので、よろしくお願いします。あなた何言ってるんですか。動画でこれ全国ネットで動画ですから、ネットっても変ですけど、はいはい、全世界ネットですけど、まあ、そのネットっていうところで言うと、はいはい、この YouTube、ね、だからあの関西圏じゃない皆さんも、はい、まあ、見られますし、動画っていう部分に関して言うと、なんか本当に夜酒飲みながら見られるような、まあそうですね、ちょっと違うかな。視聴パターンは色、まあ、それ違うですけど、でもあの本当にね、あの染み入る、染み入るのよね、俺さ、ね、酒飲んだらもう絶対いい感じで進むと思うんで、多分ね、いずれアップされると思うんです、はい、ね、だからちょっとぜひそこも含めてあの見ていただいて、関西圏の方夕方にそうですね、ぜひあの地上波で、ね、もう地上波で、ね、見ていただきたいと思いますというふうに思いますので、はい、皆さんも夏の最後の思い出作っていただきたい、ぜひね、あの充実した最終週をね、うん、過ごしていただいてね、いいと思いますね、夏締めくくっていただけたらと思います、はい、ありがとうございました。